これぐらいだと調べます。そのレンタルみたいなことをビジネスとするとして、はい、まあ一つはそのスタディーツアーみたいなこう、まあ、スタディーツアーというかガイドがついてこうやるようなコンテンツと、はい、あとまあ単純にお客さんがレンタルするだけのコンテンツと多分あると思うんですけど、なんか価格のイメージって前もちょっと中西さんにお聞きしたんですけど、中西さんがまあいろんなところを見ている中で、紙活やるんだったらこれぐらいの価格は取れるんじゃないみたいなイメージってどれぐらいですか？ただただ貸すだけだったら、半日5000円。半日5000円、はい、で、ワンデー1万円って感じじゃないですかね。で、ツアーはそのレンタルプラス5000円でいいんじゃないですか、ね、あの、5000円っておかしいかな。例えば半日で1万円で、1日で2万円とかいう感じじゃないですか、で、いずれもワンドリンクぐらいついた方がいいと思う。その価格帯で、はいはいはい、なるほど、はい、カフェでワンドリンクプラスレンタル半日して5000円っていうようなモデルにしたい、ね、はい、もし、私ワングループ20万っていう価格も持ってるんですけど、はい、1日でワングループ連れていくと20万円っていう感じなんですけど、これ5人であろうが10人であろうが私20万だと思ってるんですが、その場合はやっぱり1食ぐらいつけてますね、私は。で、フルサポートです、ね、20万の場合はそのパンクした時にお客さんの手は煩わさないとか、自転車に不調があった時も煩わさない。で、あれ何ですかって言われた時に絶対答えられるようにする。まあね、そうね、はい、だからやっぱり下見がすごく大事で、ガイドさんの気づき、あのガガちゃん3匹おるの何なんですかっていうの言われた時にちゃんと あれはねっていうのがすごいシリアスなんですよ。シリアス。もう英語が分かる人に見せるとすごく笑ってる。 To quack or not to quackto quack? Not to quack. ガーガー言うたり言わんかったりって書いてあるんですよ。これシェイクスピア。Yeah, Shakespeare. これあの、あそこで買いました。大英博物館。で、e バイクに対して本当に乗ったことない場合はどのくらい経験とか必要？バードに関してはいらないと思います。いらない。自転車に乗れればいいと思います。ただ、乗り出しの、10分間ぐらいで、ブリーフィングをした方がいいと思います。この自転車の特徴について、ブレーキが特にブレーキがよく効くんで、下り坂で右のブレーキをかけると前に飛ぶよっていう。で、特に、イギリス圏じゃない人、だからアメリカだったりとか、ドイツとかフランスとかは右が後ろで左が前なんです、ブレーキって。逆なんです、はい、で、イギリスの同行法を取り入れてる国、マレーシア、オーストラリア、日本、韓国、中国は、右前、左後ろなんです、それだけがちょっと気持ち悪いんで、特に海外からのお客様もこのコロナの前もたくさんおいでになったって聞いたことがあるんですけど、欧米人は、ビーキャフォリーですね、本当ブレーキが。で、ワイルドアニマルが出てきた時が危ないんだよっていう。何がワイルドアニマル、野生のナイフがバッと出てきてクッとかけるから、大体右利きの人が多いから右の右の先に、はい、かかっちゃうんです。なるほど。で、だからそれするのがそのシステムのやり方とフルブレーキングの仕方、こう腰を引くんだとか、ブレーキの時にガッてやったらこう腰を引くと重心が後ろに行くし前に飛びにくくなるんですね。あと変速機の正しい使い方ですよね。で、先ほど私が申し上げた60回転ぐらいで走りましょうっていうのを、まあ口が酸っぱくなる、あと保険、その人の保険ですね。で、ワンデーは
ちょっと厚めにしといた方がいいと思います。で、ハーフデーはさほどリスクは少ないと思います。やっぱり疲れるんだ。疲れるとみんなこう注意が散漫になる。もしその個人でこの e バイクを検討している場合に、メンテナンスってどのくらいの頻度で必要なのかとか、common maintenance problems、どんな課題が出てくるのか、一般的にこう乗ってる人、何も課題はないんじゃないですか。雨の日に濡れるとか雨の日に濡れる、寒い日に寒いとか、日焼けするとか、それぐらいじゃないでしょうか。保証2年でどのくらい長く寿命が、はい、自転車の寿命としては10年ある、ただ、その間にモーターは2回、バッテリーは3回だな。このフレームは10年持ちます。あとメンテナンスなんですけど、希望は月に1回。それは何をするのか、タイヤとか。空気圧の、エアプレッシャーのチェックと、あとワイヤーとか、これディスクブレーキって分かりますか？こういう挟むブレーキじゃなくて、車とかバイクとかディスクブレーキって、ハイドロリックなんですよね。でそのハイドロリックって、ミネラルオイルが入ってるんですけど、そのミネラルオイルが特に坂道で使うと、熱が入りやすいんで、摩擦で熱が入るんで、変化するんですよ。でそれを月に1回私は見とくと、2年後ぐらい その劣化したオイルの時に発見しやすいんです。で、どれぐらい引っ張れますかと言われると、3ヶ月に1回でも大丈夫です。で、ただ6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月は絶対です。で、そのサービスメンテナンスパックってのが出てます。2年後のオーバーホールに向けて最初からお金払っといてくださいみたいなのもあるんですけど、うちでやらしてもらった方が安い。その、空気圧、エアプレッシャーを自分たちで見れる、これも、そのやっぱそのディスクブレーキの方は素人では見える。見えますね。こういう感じで見てくださいっていうのがいいわ。ただ変速のワイヤーのテンションとかは無理だと思う。そのレンタルの方は、もうその保守管理契約を結ばせてください。はいはい。で、それがあるんであれば、個人の人と一緒にくっつけておいてもらえれば、基本、個人でお買い上げのものの基本点検は、うち無料なので、それがなくても、車に積んでうちに来ていただいたら、いつでも無料で、それはさせていただきます。今回の、はい、どうぞ。コンパクトになる。コンパクトにはならないです。車にどうやって乗せるかってことでしょう、あれにか。さっきのラパンですよね、あれ。ラパンやパン。あんなでくるしかない。ラックアンドタイトだよ。じゃあ1ヶ月に1回乗って。乗ってきくる。そうトレーニング。行きはむちゃくちゃ早いですよ。でもいや帰りも大丈夫。いいバイクなんです。普通に上がります。30キロぐらい。ポールサーまで40キロ。全然初心者なんで、自転車っていうものに。初心者の方でも来れましたね。神勝に初心者生かしましたからね。運転がいいなんか、いいバイクの方が。全然だもん、自分は。でもなんか、飯谷のあたりでしょ。採石場が潜水機を、あそこら辺はちょっとダンプが来るの
怖いですね。なのでルートをやはり考えないといけないなと私は思ってますけどね。だからこっち側でなくて反対側の方でもう坂本まであそこで行ってしまうというのも一つの手だと思うんですけど、ただ休憩する場所がないんですよね、反対側走ると。県道を走ると避難の里があるじゃないですか。はい、であそこでトイレもできるし、なんか飲み物もできる。あ、そうです。女性はそうです、トイレが。トイレと、本当、うちの奥さん曰くは日焼けです、ね。確かに。で、グローブする人多いんですよ。で、長袖すると、ここに一筋の日焼けができるんですよ。残念やけって私は。I used to do soccer. なんかここからここ、そうそうそう、半ズボンとここの膝だけが黒くて。そう、自転車でここが焼けるんです。ここをこう伸びる、ここはあんま焼けないんですよ、だからまあこう レギンスの長いやつを、まあ、夏は履いてみたいな感じ。今日試乗はできるんですか。もちろん。ぜひ。マウンテンバイクもロードも全部乗れます。全部乗れます。ねえ、やっぱ乗った方がいいですよね。はい、ありがとうございます。以上で大丈夫ですか。はい、ご質問等は。